昔々、ドーマとミラの二人の神様が長い長い間争っていました。ねえ、どうしてドーマとミラ様は仲良くできなかったのかしら。僕たちはずっと仲良しでいようね。ごめんなさいって謝ったら許してね。ことってないだろう。セリカ、セリカ、しっかりしてくれ。セリカ。またアルムを追っかけてんのか。あ、グレイ、ねえ、アルムを見なかった？どこにもいないの。アルムなら探しても無駄だよ。クリフ、さっきセリカと一緒に森の方に行ったから。僕見たもん。セリカと、そう。またセリカとかよ。セリカなんてこの間村に来たばっかりなのにな。ああ、
友情なんて儚いもんだぜ。そんなのじゃないわ。アルムとセリカはいとこ同士だなら仲が良くて当たり前よ。違うよ。え？アルムはマイセンさんの孫だけど、セリカは違うよ。どっかから引き取ったんだって母さんが言ってた。お前の母ちゃんそういう話好きだな。でもそっか、セリカにも事情があるんだな。じゃあアルム大きくなったらセリカをお嫁さんにしちゃうのかな。おい、それはちょっと飛躍しすぎじゃねえの。あ、いたみんな。なんだよロビン、どうしたんだ。森のあたりに後ろから騎士が来てるんだって。だな、見に行こうぜ。え、騎士？こんな田舎に何の用だ。クリフ、エフィ、早く行こうぜ。騎士なんてめったに見られないぞ。うん。あ、待ってよ。何？セリカ。お花で冠を作ったの。ねえ、かぶってみて。やだよ。あら、どうして？きっと似合うわよ。似合っても嬉しくないよ。僕男なんだよ。もう、アルムの意地悪。せっかく作ったのに。そうだわ。おじい様のお土産にしましょう。え？じいちゃんに？そうよ。きっと喜んでかぶってくれるわ。何笑ってるんだよ、セリカ。別に笑ってないわよ。なに、アルム。私の顔をじっと見て。あ、いや、セリカがいっぱい笑うようになってよかったなって思って。うちに来たばっかりの頃は暗い顔でずっと黙っててさ、じいちゃんは仲良くしてあげなさいって言ったけど、どうすればいいのかわからなくて困っちゃったよ。私が笑えるようになったのはアルムのおかげよ。私が黙っていてもいつも話しかけてくれて、お花を摘んできてくれたり森に連れて行ってくれたり、たくさん優しくしてくれたから。そんな大げさだよ。ううん、そんなことない。それなのに私アルムにひどいことばかり言ったわ。ああ、あのブレイモノってやつ。ごめんなさい。同じ年のお友達と遊ぶのなんて初めてで、どうすればいいかわからなかったの。うん、面白い子だなって思ったよ。ねえアルム、アルムはどうしてそんなに私に優しくしてくれるの？え、どうしてって。僕も父さんも母さんも兄弟もいなくて寂しかったし、じいちゃんの言いつけで一度も村から出たことがないから、セリカにいろんな話を聞けて楽しかったし、それからあ、何？ほら、これ仲良しの印。ああ、これね、アルムの左手と私の右手。うん、これがあるからさ。でも本当に不思議ね。どうして私たち同じようなあざがあるのかしら。きっと特別な印なんだよ。僕とセリカはずっと一緒で、ずっと仲良しっていう。だから僕、これからもずっとそばにいて、セリカを笑わせてあげるからね。アルム、本当に
ずっと一緒？うん、約束する。セリカは僕とずっと一緒にいてくれる？うん、もちろん。私も約束する。アルムとずっとずっと。今のはエフィーの声だ。何かあったのかしら？森の方からだ。行ってみよう。やめて、離して。スレイダー様、こいつはついてましたね。何もないしけた田舎かと思ったら、ガキがうろちょろしてやがる。どうやらこの森のどこかに村がありそうですぜ。いいか、よく聞け、ガキども。この栄えある国王リマ四世陛下にお仕えする下士たる我々が、お前たち平民どもの村で辺境任務の疲れを癒し、艦隊を受けてやろうと言っているのだ。これ以上の栄誉はあるまい。さ、さっさと案内しろ。それはその村に勝手によその人を連れてきたら父ちゃんたちに怒られるし。騎士様、俺たちの村は森の中のちっぽけなところです。騎士様に来ていただいても満足してもらえるようなものはありません。だから。貴様、お前に姉はいるか？え、姉ちゃんいますけど。二人。はははは、素晴らしい。それと酒と食い物くらいはあるだろう。お前たちの食事など私にとっては豚の餌同然だが、ま、この際我慢してやろう。バカ、泣くな、クリュウ。だってどうすんだよ、クレイ。こいつら本当に村に連れて行くのか？俺だって嫌だよ。ちくしょう、王様の騎士がこんな連中だったなんて。何をいつまでも揉めている。私は気が短いのだ。案内したくないというのならそれもよかろう。お前たちの首を一人ずつ切り落とすまで。え、そんな。さあ小娘、まずお前からだ。やめろ。なんでまたガキか。みんなから離れろ。お前なんか僕たちの村に一歩も入れたりしないぞ。なんだと、口の利き方を知らんやつだ。おい、そっちのガキ、よく顔を見せてみろ。やめて。間違いない、こいつは。なぜこんなところにいるのかはわからんが、これはドゼー様にいい土産ができたぞ。さあ来い。いや、離して。セリカに触るな。アルム、お前ヤバいって。乗れ、平民のガキが。この私に手をあげるとは。もう許さんぞ、死をもって償え。さあ祈るがいい。やめて、アルム。じいちゃん。お前はマイセン、なぜこんなところに。いや、なるほど、そういうことか。ちょうどいい、あの火事の夜以来だな、マイセン。お前には借りを返したいと思っていたのだ。私は律儀な男なのでね。お前たち、この先の墓地まで走りなさい。なんで。いいから言う通りにするのだ。走れ。うん、行こう、みんな。
今からわしの指示に従え。戦ってあやつらを撃退するのだ。え、じいちゃん、僕たちが戦うの？おじい様、本気ですか？無茶言うなよ、アルムのじいちゃん。そうだよ、俺たちみたいな子供が騎士相手に勝てるわけないだろ。やかましい。帰りたいのならば死ぬ気で戦え。アルム、セリカ、はい、お前たちには剣術を教えてきたはずだ。良いか、落ち着いてそれを実践するのだ。お前たち、自分の身は自分で守るのだぞ。良いか、今からわしの出す指示通りに動くのだ。お前たちは安全な場所へ。敵と距離を取るのだ。決して不可を言わせるな。頑張るね。林に身を潜めるのだ。君がお前を守ってくれる。どんな戦いでも周囲の地形を利用することを忘れてはならんぞ。その場で敵の行動に備えるのだ。鈍っていないようだ。
果てると思ったか。どうだ。ああ、なんということもない。逃がすまだまだ青いようだな。城に戻り、同勢様にご報告だ。死に族内の王女を見つけたとな。じいちゃん、あいつら逃げていくよ。嘘だろ、騎士に勝っちまった。ヘッヘン、さすが俺たち。まあ僕たちはマイセンさんの言う通りに動いてただけだけど。うるさいな、さっきまでベソベソ泣いてたくせに。怖かった。やったね、じいちゃん、セリカ。どうしたの？元気ないね。僕たち、あいつらから村を守ったんだよ。二人とも、嬉しくないの？違うの、アラム。そうじゃないの。あいつらにここにいることを知られてしまったからには、セリカはこの村を出て行かねばならん。え？どうして？なんでそうなるんだよ。嘘だよね。セリカ、ごめんね、アルム。約束守れなくてごめんなさい。そんな、謝らないでよ、セリカ。まるで本当に出ていくみたいじゃないか。さあ、ぐずぐずしている暇はない。村に戻り、支度を整えるのだ、セリカ。はい、おじい様。待ってよ、待ってたら。ねえじいちゃん、ちゃんと教えてよ。なんでセリカが村を出ていかなきゃいけないの。それはお前には関係のないことだ、今はまだな。何それ、意味がわからないよ。僕嫌だよ、セリカと離れ離れになるなんて。いつまで聞き分けのないことを言っている。セリカはとっくに覚悟を決めているのだぞ。セリカ、アルム、これもらってくれる？これはセリカがいつもつけているお守りじゃないか。これを僕に。うん、アルムにあげる。私だと思って大切にしてね。お母様にもらったものなの。覚えてはいないけど。そんな大切なものもらえないよ。いいの、アルムに持っていてほしいの。きっとアルムを守ってくれるわ。元気でね、アルム。セリカ。
ことになっちゃったな。マイセンさん、何も教えてくれなかったね。どうして出ていくのか、セリカがどこに行くのかも。仕方ないさ、言えない事情があるんだろう。アルムとセリカって俺たちとは違うもんな。違うって何が？何がって何もかもがさ。もういいのか、セリカ。はい、アルムの顔を見ると泣いてしまいそうだから。おじい様、私次はどこへ行くのですか？わしの古い知り合いに心当たりがある。そこなら今度こそ奴らに見つかることもあるまい。すまぬな、セリカ。いや、姫様、ずっとこのマイセンがおそばでお守りするつもりだったが、それも叶わぬものとなってしまった。しかしわしはこの村を離れるわけにはいかぬのだ。謝らないでください、マイセン。私ね、この村でマイセンとアルムと一緒に暮らせて、お友達もたくさんできて本当に楽しかった。だからねえマイセン、これからもおじい様って呼んでいいでしょ？セリカ。ああ、もちろんだとも。セリカ！この声はアルム？セリカ！アルム！追いかけてきてくれたの？セリカ、待ってて。僕、もっともっと大きくなって強くなって、そうしたら必ずセリカに会いに行くよ。セリカがどこにいても絶対に見つけてみせるから。だからセリカ、僕のこと忘れないで。アルム、わかったわ。アルム、私待ってる。アルムと会える日をずっと待ってるから。だからさようなら。ねえおじい様。なんだセリカ。私とアルムはいつかまた会えますよね？ああ、会えるとも。それがお前たちの運命ならば。運命、私とアルムの。神と呼ばれる存在があった。バレンシアと呼ばれるこの大地にもローマとミラという二柱の兄弟神があった。力こそ全てと信じるローマは、人々が堕落することを許さず、生き物たちが自由に遊び戯れる楽園を夢見る妹のミラと激しく争っていた。長い長い暗黒の時を経て、彼らの間に一つの盟約が結ばれた。大地を二つに分かち、北をローマ、南をミラの支配とし、決して互いの地を侵さぬこととし、ようやくバレンシアに平穏が訪れたのだった。そして幾千年の時が流れた。ミラの支配する南部地方に生まれたソフィア王国。女神のもたらす愛と豊かさによって人々は満たされ、繁栄を極めていた。だが限りない実りに甘えたソフィアの民は腐敗し、堕落と大敗にまみれていた。
ローマの支配する北部地方に生まれたリゲル帝国。厳しい自然の中で人々は神の説く激しさと強さを求めながらたくましく生きていた。だが強靭さと引き換えにリゲルの民からは人の持つ優しさが忘れられていった。それぞれに矛盾をはらんだままに時は流れ、今バレンシアの歴史は戦乱とともに再び動き始めるのである。